はい、どうもピクスイオスです。今回はですね、トミカ標識セット8を紹介したいと思います。標識セット8は2022年9月発売で、価格は税込み605円です。前回まで標識セット7までは550円だったんですけどもね、7月にトミカ自体が値上がりしたこともあって、こちらも値上がってますね。全8種類ということでね、ラインナップはこんな風になってますね。まだクオンのタンクローリーいるんですね。ではまず1番の日産シーマですね。箱こんな風になっておりますね。通常品では8の8として販売された日産シーマですね。実車は2012年発売の5代目 Y51 型シーマをモデル化してますね。通常品ではね、ブラックで、あとはまあ、トミカ博のゲーム景品ぐらいだったかなっていうバリエーションだったんですけどね、久しぶりの復活ですね。ちなみにボディカラーはネイビーとね、架空じゃないかなと思われます。こんな色のね、シーマ多分実車にはないと思います。では見ていきたいと思います。ヘッドライトはこのようにシルバーで塗装されておりまして、フォグランプがちゃんと同じくシルバーで塗装されておりますね。もともとモールドあったと思うんですけどね、ちゃんと彩色されてますね。で、フロントグリルはこんな風になってますね。ちゃんと日産と入っておりますね。サイドはこのようになってますね。サスペンションとドア開閉アクションがついておりますね。で、ちゃんとね、このドアの周りのね、縁が塗装されてますね。塗装ってか、タンポン印刷かな、これは。ドアハンドルもシルバーで塗装されておりますね。あと、この下の部分ですね。こういったところも彩色されてますね。リアこんな感じですね。テールランプは塗装で再現されておりまして、シーマのエンブレム、それから日産のエンブレムがタンポン印刷で再現されてますね。あと、ナンバープレートの周りの縁の、この部分もシルバーで塗装されてますね。結構細かいですね。マフラーは残念ながら塗装されてませんね。まあ、これぐらいはいいでしょう。助手席側ですね。こちらもサスペンション、ドア開閉が可能となっておりますね。結構車内もよくできてる気がします。で、ルーフにはね、サンルーフがありますね。最近あんまりサンルーフを再現したトミカっていうと、タフトとかはまあ一応サンルーフなのかもしれないですけどね。ああいうのを覗くとなんかない気がしますね。で、シャーシはこのようになってますね。ロッドには G22 と入っておりますね。まあ架空仕様とはいえね、まあこの落ち着いた感じのネイビーというのはなかなかありな仕様なんじゃないかなと思います。それこそ F50 シーマにもね、色合いは違いますけどもね、ネイビーあったんでね、それをセルフオマージュした形なのかなとも思いますね。標識はこちらですね。右、つづら折りありっていう標識みたいです。続いてこちらですね。2番、スバルレヴォーグですね。まあ、ここにスバルの承諾が出ますよと書いてありますね。開けていきましょう。こちらですね。今回の標識セットではね、個人的に一番楽しみにしてた一台ですね。実車のクリスタルブラックシリカというカラーを再現しているものと思われます。では、トミカの方を見ていきましょう。ヘッドライトはこのようにシルバーで塗装されておりまして、スバルのエンブレムがタンポン印刷で入っておりますね。ちゃんとグリル周りもシルバーで塗装されてますね。一応アクションとしましては、ボンネット開閉があるんですが、これね、毎回開きにくいんですよね。中はこんな感じとなっておりますね。で、サイドはこのようになってますね。ここがツヤなしっていうのは、わざとなんですかね。エラーというわけではなさそうですね。まあ、ボディカラーがブラックということもあってね、ここはあえて違う色にしたのかもしれないですね。この三角窓のとこもそうですけども。でもアクションはサスペンションとなっておりますね。リアこんな感じですね。テールランプが赤く塗装されておりまして、スバル、レヴォーグなど表記がタンポン印刷で入っておりますね。で、こちらもね、リアガラスがマットブラックとなっておりますね。で、助手席側ですね。こちらもサスペンションが稼働しますね。ルーフはこんな風になっておりまして、ここにアンテナが再現されているという形ですね。
で、シャーシはこのようになってますね。ロット番号 G-22 と入っております。まあ、レヴォーグね、個人的にはかっこいいなと思ってる車なんですけども、空張りね、なんかもっとあってもいいんじゃないかなと思ってたんでね、このブラックが出たのね、本当嬉しいですね。ちょっと今後もね、なんか空張り期待したいですね。標識は車線減少という標識ですね。続いて3番ダイハツキャストですね。通常品では46-9として販売されました。カラーバリエーションは通常品以外だと東京モーターショーとか組み立て工場があったみたいなんですけどもね、リアルなカラーという意味では久しぶりなんじゃないかなと思います。こちらのボディカラーはファイヤークォーツレッドメタリックというボディカラーを再現してるんじゃないかなと思われます。で、ルーフが白いんですけども、これはオプション品でデザインフィルムトップのホワイトっていうやつがあるらしいんで、それを再現してるのかなという形ですね。では、トメカラーの方を見ていきましょう。ヘッドライトはシルバーで塗装されておりまして、グリル、こちらはですね、別パーツ、プラスチックのパーツで再現されておりますね。で、ちゃんとね、バンパーなどのね、塗装の塗り分けもされておりますね。グリル内には、ダイハツキャストのオリジナルエンブレムというのかわかんないですけどね、それが再現されてますね。で、サイドはこのようになってますね。アクションは、サスペンションと後部ドア開閉ですね。まあ、ドアハンドルの塗装とかはないんですけども、というかこれはそういう仕様じゃないっていうか、ドアハンドルと一緒の色かな。こういったところが結構塗り分けられてね、しっかりしてますね。ちゃんとね、ツートンカラーと言っていいのかわかんないですけどね、ここの窓の部分はブラック、ボディカラーのレッド、そしてね、ルーフはね、こう白になってるんで、またね、でもそうなんですよ、ツートンカラーというか3なんですよね。まあいいや。リアこんな感じですね。テールランプも塗装で再現されておりまして、ちょっとね、こう細かいとこ見るとね、色が出ちゃってるというか、あれなんですけども、まあ、これぐらいならいいでしょう。おそらくこの、ボディカラーレッドの上に、この、メタリックというか、バンパーの色を入れてるんでしょうね。結構塗り分けもしっかりされてるんですよね。で、バックドアの開閉が可能となっておりますね。で、こちらもね、ダイハツのエンブレムやキャストのエンブレム、これが単方印刷で再現されておりまして、このナンバーのところがね、ちゃんと塗装されておりますね。で、助手席側ですね、なかなかかっこいいですよね。で、ルーフは先ほど言った通りホワイトのものとなっておりますね。ちゃんとここまでホワイトが来るんですね。そう考えるとリアガラスというか、このリアの塗り分けすごいですね。で、シャーシはこのようになってますね。ロット番号 G-22 と入っておりますね。標識は車両進入禁止とね、まあそんなに面白い標識ではないですけど。まあ前半3台はね、結構リアルな感じなんじゃないかなと思います。そして後半ですね。4番、ダイハツムーブですね。通常品では 32-9 で販売された5代目のムーブですね。結構なバリエーションが存在しますけどもね。登場したのは久しぶりになりますね。で、ボディカラーこんなのあったかなと思ったんですけども、シルキーグリーンパール、これに近いのかなと思います。ただこれはですね、5代目のムーブではなく、6代目のムーブのボディカラーになりますね。架空といえば架空ですけども、まあ、なかなかありな仕様なんじゃないかなと思います。フロントこんな風になってますね。ヘッドライトが、シルバーで塗装されておりまして、グリル中央部、これは何でしょうね、ここにもシルバーが入ってますね。で、バンパーのところも黒く塗装されておりますね。で、ダイハツのエンブレムが単方印刷で入っておりますね。で、サイドこのようになってますね。アクションはサスペンションとなっておりますね。で、こちらもね、窓とかが
黒く彩色されておりますね。まあ、結構車内のね、センターメーターですか、これも再現されてますね。で、リアこんな感じですね。テールランプが塗装で再現されておりまして、まあ、バックドアの改変などはないんですけどもね、ここにダイハツのエンブレム、ムーブのエンブレムなどが単方一冊で再現されておりますね。で、助手席側ですね。こちらもサスペンションが稼働しますね。これシートパーツがちょっとブラウン系というかね、黄色っぽい色になってるのがまたリアルですね。なんか軽自動車のシートといえばこんな感じの色みたいな、そういうイメージがありますね。で、ルーフはこのようになっておりますね。で、車種はこのようになってます。G の22と入ってますね。2011年、結構前ですよね。まあ、標識セット2にあったシルバーのワゴン R も、まあ、あれも架空といえば架空なんでね、ありなんではないでしょうか。で、標識は、追い越し禁止ですね。そして5番から8番はすべて再販品ですね。5番の日産エクストレイルは4で登場した仕様で、今回の標識は最高速度ですね。40キロ制限のものとなっておりますね。そしてこちらが6番の日産 NV350 キャラバン消防式車ですね。標識 Z2 で販売され、標識 Z5 でも再販されたモデルになりますね。まあ、軽く見ていきたいと思います。こちらですね。通常品では27の10で販売されたモデルになります。標識セット2で出たやつをね、すでに買ってるんですけども、バックドア開閉した際にね、もうガバガバになっちゃうトミカ特有のね、現象になってしまいましてね、残念なことにもう開けた状態を再現することができなくなっちゃったんで、せっかくなんで購入しました。まあ、フロントにはね、指揮車と入っておりまして、グリル部分、ここがね、ちゃんと赤く塗装されておりまして、ヘッドライト、それからこのグリルの V 字型のものですね。こういったものが単方一冊で再現されておりますね。で、消防署が単方一冊で入っております。サイドはこのようになってますね。指揮車、消防局、ファイアーデパート、そしてね、白の帯。これが単方一冊で入っておりますね。で、アクションはサスペンションとなっておりますね。リアこんな感じですね。消防局、そしてね、白い帯がここにも入ってますね。バックドアが開閉可能となっております。ここのパーツがね、ちょっと摩耗するとね、開いた状態ができなくなるんですよね。で、助手席側ですね。こちらも消防局、指揮車ファイヤーデパートの表記が入っておりますね。で、ルーフにはブーメランタイプの赤色灯。真ん中の黄色い部分は標識灯となっておりますね。車種はこのようになってますね。先ほどまでのは基本的に G の22だったんでね、1年前のモデルですね、こちらは。売れ残り？まあ、標識はその他の危険ですね。今回なんか警告系の標識が多いイメージがありますね。そして7番は UD トラックスクオのタンクローリー。まあ、こちらもね、標識セット1で登場し、3でも登場したという、まあ、割と息の長いモデルなんですけどもね。ちなみに標識は徐行ですね。まあ、今回最後となるのが、8番の日産マーチパトロールカーですね。こちらもね、標識セット2と標識セット5で販売されていたんですけども、まあ、仕様が仕様なんでね、ちょっと購入をね、ためらっていたモデルになりますね。開けていきましょう。こちらですね。通常品では17の9で販売され、埼玉県警察仕様だったと思います。まあ、前期型のマーチなんですけども、なぜこの仕様にしたのかなと思いましてね。再度見ていただけたらわかると思います。ポリス表記、まあ、これはわかる。で、警察のエンブレム風、まあ、わかる。警察署。何やねん、この警察署って。これがまあ、警視庁ならまだわかるし、まあ、それこそ静岡県警でもね、どこでもいいですよ。なんか、実在する警察機関の名前だったらすごい良かったんですよ。警察署ってあんた、こち亀のアニメに出てくる葛飾署みたいな感じで書かれましてもね。まあ、そういった理由で今まで買ってなかったんですけどもね、ちょっと今回、知人とのまあ、付き合いの関係で購入した形ですね。まあ、これ警察署仕様で出すぐらいだったらね、防犯パトカーにすればよかったのにっていう思いもありますね。
フロントにはね、曲実証が単方位撮影再現されておりまして、ヘッドライトはシルバーで塗装されておりますね。このようにね、なんか、こんなでかかったかなと思うんですけどね、パトカーの山の部分も再現されておりますね。山の部分。で、サイドはこのようになってますね。アクションはサスペンションとなっております。先ほど言ったね、警察の表記とポリスという表記、それからこの謎のエンブレムが単方位撮影再現されてますね。まあ、このエンブレムはおそらくね、警視庁の警察手帳のエンブレムのやつをね、再現というか、あれをモチーフにしてると思うんですけどね、こんなデカデカと曲実証を入れられてもっていう感じですね。リアこんな感じですね。テールアップは塗装で再現されておりまして、ここにはね、警察署とデカデカとね、単方位撮影で入ってますね。なんだろう、このチープ感。チープミニカーでこういうのありそうですよね。で、助手席側ですね。こちらも、まあ、警察署表記などが単方位撮影で入っておりますね。で、ルーフにはブーメランタイプの赤色灯が取り付けられていますね。で、シャーシは G-21 とね、やっぱこれもね、売れ残り感ありますけども、それが入っておりますね。で、標識は一時停止ですね。標識って言ったらパトカー系のトムカに大体この一時停止が入ってることが多いイメージがありますね。まあ本当にこれはさっきも言ったんですけども、防犯パトロールカー仕様にして、こう、防犯パトロールって字を入れて、で、上の回転灯を青色にした方が絶対かっこいいと思うんですよね。なんか田舎の道にあるね、ダミーパトカーみたいな感じがするんですよね。はい。というわけで今回はこちらの6台紹介させていただきました。いや、ほんとレヴォーグすごいかっこいいですね、これ。もちろんシーマもよくできてます。まあ、今回で標識セット第8弾ということでね、8回販売されているんですけど、未だにですね、ホンダ車とトヨタ車は封入されたこと一度もないんですよね。で、あといつもね、鈴木車が大体入ってるんですけど、標識セット第7弾と同様にね、こちらも鈴木車がありませんね。1から6まではちゃんと登場してるんですけども、鈴木枠がダイハツに移ったのかな?ちなみに前回がですね、2022年5月発売で、先日やっとね、揃ったんですけども、標識セット8に関しては結構早く集まりましたね。まあそんなわけでね、次回にも期待したいですね。そんなわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。また次回も見てください。それでは。